皆さんこんにちは、ペソでございます。オウム鉄20周年のね、23年目になりますね。やってまいりたいと思います。さあ、イエスさん、あーそかそか、オーマンの収益ね、上げてくれてもらいましたね。で、三井出さんは豊橋の会社、販売会社、おう2割安やね。で、義経さんがどこへ飛ばしてくれるか。でもこれだと明石はまあまあ、神戸、東京、北陸、新潟やね。北見は北海道、北関東、下関、新橋、ニセコも北海道、二択やね。明石か下関、下関、はい。あ、違う違う、新幹線ね。16か、上陸はできない。あー、ここで16か。あ、一人行けるね。うん、こっち行きましょう。止まれそう、おー、あー、集荷となくなった。止まれそうで止まれないね。オナラカードを入れた。あ、捨てんのかい。お、なるほど、急行承認そこで使ったか。で、あ、新幹線カードとね、あ、賢いね。6億残した。急行カード、あー、そっか、これあれだ、あの、気になれたんですよね、キングボンビーね。46億のマイナスはエグいな。さあ、まだみんな遠いんでね、できたらちょっと離島沖縄の方を狙っていきたいね。また危ないフルとかやった。まだ距離がね足りんから、新幹線使ったら確実かな。14マス、あ、いけるいける、種子島だけいけるね、一択や。あ、ここで14か。よし、まずは種子島を押さえます。うん、3つの売り物件あるしね。まあ、言うてもね、なんていうか得な場所ではないよね。わ、何これ、初めて見た、チープな遊び。ほう、ごめんなさい、何が当たりで何が外れなのかが分かんない。さあ、ああ、鹿之助さん来てくれた。これね、うん、屋久島近いんでね、特急で行きましょう。はい、奄美大島も行けるのか。わ、どっちでしょう。うん、奄美大島行っとこうか。こっちの方がね、そうそう、沖縄から遠いんですよね。はい、 OK。だからどんだけ風神さんが馬力出して近づいてくるかなんですよね、今2番手の。アシュラさんは近づく気配がないな。あー、上陸ちょい手前、元半島横ですね。おー、また攻撃が続く。58億でかっ。はい、あー、リニアカードはごめんなさい、いりません。ここも特急やね。16
13、あ、上陸できんねや。あ、屋久島行けるわ。屋久島行っときましょう。まあ一回のお住みカード使っていくのもあるかもしれんな。あ、急行周遊か。なるほど。え、あー、日本海フェリー渡ってくるんだ。あー、戻りよったね。沖縄狙いたいしな。鶴岡のダダチャ豆が美味しいですね。枝豆好きのお殿様が今日はどこのダダチャの豆かと聞いたのが名前の由来と。ダダチャってお父さんなんですね。はい、文字工のバナナ洋館屋の収益がアップした。ここはね、のぞみとこうりゃ19いけるよ。19もあれば中どころじゃない。あ、ここ行きたかった。無理やったね。あ、でも、元部ね、ここのちょっと農園を抑えましょう。まだ間に合うんで、全然。わあ、言ってた望みカードもなくなった。で、チュラ海ね、チュララ水族館になってるけど。あ、記念船に。ああ、リニアカードね、ありがとうございます。ただね、そうそうそう、夫人さん、ああ、でもまだ28マスやから、そう、うわ、もうチキンゼロか。ああ、よかった、捨ててくれた。今、使われたら、コントローラーぶん投げてる時やったね。お、戻った、ああ、戻ったね。戻ったね。で、こっちは特急。13上陸。あーで9、おお、急行周遊か。はい、お、豊作ですね。ラッキー。お、2枚。おお、テレポート持ってたのに割られてしまった。はい、風。移動どうしようかな。しない。なぜ新幹線にしたかというと、ここでくるくる回って、そうそう、戻ってこれるかなと思ったら、中には戻れそうですね。私はまたおいおいやね。もうそろそろ、近づいてきてるんで。おお、刀が拾ってたけどセーフ。望み周囲なんか持って帰ったら目も当てられんで。夫人さんでよかった。アシュラさん今されたら 100% 抑えてたやろね。8、岡山で、また特急カードもらってんのか。はい、まあまあ離れてるね。35マスですから。ちょっと遊びすぎたね。人吉は九州、出雲は日本海側やね。山陰、須崎言うたら、あの、あそこか、土佐か。あ、じゃあこれで行こう。で、これでも、いけそうやったら行っちゃえばいいんだ。はい。あ、行けました。行っちゃいます。よいしょ。お、鹿児島近い。これはラッキー。
交渉にね。であっち行けせると、なるほど。おー、3億2960万円でやっとってくれよとね。何をしたい。お、飛んだ。方向はいい。北九州。おお、いとまで来た。足カードがみんな笑えてね、せっかく買ったのにね。タイマーヘッドあげて。おおー、半額か。お、ナスが、ありがたい。止まらんで済んだ。はい。で、この地での戦い、あ、ナスの雄一さんね。はい。どの物件がお好みでと。ナム八幡大菩薩。ペイ。外れた。あー、お払いやね。おーおー、めっちゃ来るやん。ありがたい。はい。クイーンか。よし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 。ね、どうしようかな。サイコロ打ってもしゃあない。ここね、ビニアにしましょう。どうせね、持ってても遠からの持ち腐になるからね、いけるもんね、リニアやったら。つけられるね、邪魔される前に多分ね、ワンチャンあったんじゃないかな。友人さん、あ、アシュラさんか。関東より向こうやったら全然大丈夫。はい。おお、水戸か。よし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 。あ、そうか、忘れてた。おいどんさん来るんや。おいどんさん、あ、いい感じですね。みんなまだ遠いからね。うん、買うでしょ。うん、ね、北とかあの辺行きたいな。こっちの新幹線カード使っちゃおう。ほい。うわ、10人や、少ね。あー、日田はいける、うん、日田行きましょう。あ、ありがたい。ドン。ネチネチ次のゴールまでに行って、あの武剣奪ってくるパターンもあるからね。お、まあそうやね、太平洋フェリー狙うわな。こっちは東海道線。またカード。おお、デビルか。頼むよ。はい。お、椿油屋さん、伊豆大島。ほい。あ、
吉住さんも来てくれた。石巻はまあ仙台ですよね、宮城。松崎はこれね、伊豆半島。鹿児島論外。角館は秋田の方。上野、あ、上野が関東やね。境港は日本海側。田子も東北。これ明けしやったっけ、北海道ね。上野、伊宅。宅やけど、また連打してたからこういうことなんで、はい、6届かんや。7マスやし、笠間押さえてるしな。どっかないか。あー、湯沢、あ、湯沢やね。うん、白馬でもよかったんですけどね。湯沢行きましょう。ほい、お、松坂は無欠解除出航したとね。ありがたい、40億の保険がただで入った。でも、もうちょっと引き付けるまではね、ブラブラしてないといかんねんからね。だったらね、中部の方の物件、あと北陸も何軒か泊まれてないとこあるんで、ほい、豊橋の地区へ。ほい、よ、今のとこ3分の1やねんけどね。線量箱か、全然自分には当たらんけどね。32箱も出てきたね。足踏みカード、特急周遊か。けど、まあ関東、関東圏のエリアね、買いたいから。お、10、こっちはね、あ、新宿やろうか。わあ、どうしよう。ね、買い占めるかどうかを迷ってる。買えるけどね、白馬行けないしな。こっち行くと、あ、そうか、静岡まで戻っちゃうから。はい、やね。まあこの2つ、ここで1000億、1200億を使っちゃったら残り800億。ディズニーがトップなんねんけどね。デパートがね、120億返してくれるんで、まあそうなるわね。はい、少な。
今日はテレポートか。でもこれ次いくつもりでいかないとね、まずいね。うわ、13か。近づいてきた。おお、なすりつけられるとかやった。戻ったとしても5。はい、ということで、23年目終了ですね。収益額は1660億、7670万というね、状態ですね。700億持ってたから、まあ、2300億か、持ち金がね、現在。で、総資産が、1兆7610億、7890万という、途中経過でございます。はい、ということで今回はここで終了です。ありがとうございました。それではさよなら。